今より第10回シャドーボックス展の受賞者の方のインタビューを始めさせていただきます。まず最初におめでとうございます、和田先生にお越しいただきました。はい、どうも、私賞おめでとうございます。先生、この度おめでとうございます。まず第10回 の、 そのアーティスト賞のお声がかかったと思います。はい、昨日受賞のご連絡を行きましたとき、はい、第一報をお聞きなさって、はいはい、どのようなお気持ちでしたでしょうか。長いことシャドーボックスやっててとっても良かったと思いました。はい、はい、そうですか。いや、あの先生の見事なあのクジャクの、はい、作品を拝見させていただいたんですけれども、はい、あのクジャクのその一つ一つがすごく繊細にカットされていました。はい、もちろん先生 の、 あのカッティングの技法だと思っているんですけども、はい、お聞かせ願える範囲で、はい、あのカットの秘訣とかもちょっとお聞かせ願えたら嬉しいです。はい、あの私はもう本当にカッターっていうのを使うのが苦手なもんですから、はい、ほとんどあのハサミでやっております。ハサミで、はい、ですからあのちょっとあの、はい、苦労するところもありましたけども、まあ、あの根気だなと思いました。いや、もうハサミであれだけのクジャクの羽の一枚一枚のもう繊細なカットをなさるわけですよね。はい、そうです。それはね、ぜひ私なんかももう伝授いただきたいぐらいなんですけども。いやいや、先生 の、 あの活動拠点のこともお伺いしてよろしいでしょうか。はい、はい、私はあの、はい、今までシャドー長いことやっておりましたけど、はい、教室を持ったことがないんですね。あ、そうなんですか。はい、あの本当にもう個人で、あの、はい、所属してた会員では出しておりましたけど、はい、独立してからは、はい、あの個人で、はい、あのひたすら制作の方に力を注いで、それから個展を中心に、はい、あの去年の暮れにもしたんですけども、はい、あの秋っていうんですか、はい、したんですけど、はい、個展をあのやって、あの皆さんにシャドーの世界を広げていきたいと思って、一人でも多くの方に、はい、見ていただきたいなと思っております。いや、それは素晴らしいです。でも私たちにしてみたら、先生みたいな素晴らしい技法をお持ちの方にぜひ、あ、なんていうのか、伝授していただきたい、教えていただきたいというあの方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。多分あの皆さんやはり個展すると習いたいって方も見えるんですけども、はい、ね、はい、ちょっとあのもうお年も年ですから。いやいやいや、まだまだ大丈夫です。です、まあ、とりあえず、はい、あの制作の方に力を注ぎたいと思います。まあ、そうですか。ありがとうございます。あのもうね、あの10巻のシャドーボックスの中でも8回も出していただいてますので、はい、あの去年も厚労省と言っていただきまして、また来年も続きます。はい、先生、また来年の方もご活躍を願っておりますので、はい、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ま、今日はどうもおめでとうございました。先生、ありがとうございました。どうも失礼いたします。